オッケー、久しぶり。まあ今日はちょっとまあ今から行く目的地もあるんですけども、まあお知らせ的なやつかな。こういうのは早めに動画撮った方がいいかなって気もするんで、今日一応この動画の中で話しておきますとですね、まあホーネット、まあ、まさに乗ってるですね。ホーネッツがですね、いい加減やばい感じがしてきましたね。確かに横浜行った時のコメントで、まあ、大量のご指摘をいただきましたけども、エンジンの音がおかしいぞっていう、まさにその通りだと思うんですけども、那須モータースポーツランドが2週間ぐらい前に行ってますから、1ヶ月半ぶりぐらいかな、ホーネットまた、乗ってますけども、昨日も乗ったんだけどね、ちょっとエンジン音がね、やっぱね、変だね。横浜行った時よりもちょっとひどくなってるかもしれないね。なんつうのかな、濁音が混じってる音っていうんですかね。ホーネットとどっちかっていうと、シュイーン、シュイーン、シュイーンっていうね、高音を感じしますけども、なんか引っかかってる感じっていうか、ブロロロロロっていう、ブロロロロロ、ウニ点々で、ブロロロロロロロっていう、そんな感じがしますね。なんか出力的に問題があるっていうわけではないんですけども、まあもともとこのバイクちょっとフロントフォークに歪みがありますし、普通に考えたらこれ整備もせずに乗っちゃいけないバイクだと思いますけど、まあ 250cc だから法定的には問題ないとね。まあいい加減そろそろやばいなって気がしますよね。一時期、メーターが壊れた時にですね、バイク屋さんに貼ってもらったですね、ビニールテープですね、透明なビニールテープをここに貼ってもらったんですけども、もう剥がれてむき出しになってきちゃってんだよな。これを貼り直すっていうのもさ、もうおかしい話で、もうベッドベトになっちゃってるから、このまま行くといつ止まってもおかしくないかもしれないね。で、まあ、エンジンオーバーホールしたらうんぬんっていうのもありますしね。いずれにしてもちょっとホーネットをですね、早いうちに手放すことになるかもしれません。まあっていう話をね、先にちょっとしとこうかなと思いまして、バイク免許取ってから初めて所持したバイクでしたけども、いや本当にこれ以上にないバイクでしたね。さあ今日はですね、とりあえず打って変わって牧田さんがなんかナップスにゴーストを買いに行くっていう話ですんで、それをちょっと付き合いで行こうかなと思ってます。しかし今日はね、すげえ暑いね。ヘルメットの中で喋ってると息切れするレベルですよ。普通に喋ってるだけでね酸素が足りない、走ってないとね。そこに加えてこのね、世界一愚かな十字路、甲州回路と環状7号線っていう、ここがね、世界で最も失敗した道路だと思いますね。ここの右折をするのにもう10分以上止まってますよ。アホですよね。おお、なんとか行けた、ギリギリ。この間浜行った時も思ったけど、いい加減なんか怖えなこのバイクこの間僕の場合はもともとホーネットばっか乗ってたから、まあホーネットっていうか事故車ばっか乗ってたから、あんまりそのこのバイクの状態とかを気にせず乗ってましたけども、冷静に考えたらこれさ、結構やべえんじゃねえかなっていうのを、この間那須モータースポーツランドに行って、それなりに整備されてる道路たちに、あ、道路じゃない、バイクたちに乗ってて痛感しましたよね。やっぱりさ、道路のさ、凹凸を拾う感じとか、ブレーキをした時の、フロントの沈み込み具合とか、まあ、あとはクラッチのつなぎとかね、そういうのもろもろ含めても、このバイクは怪しいよなっていうのが、なんか素人ながらですけど、違いがありすぎていくらなんでもね、思えてきましたよ。だからあんまりっていうか、これでちょっと遠出はさすがにもうできないかな。いや、よく行ったよね、北海道もそうだけど、関西までね。これで高速乗ってたんだよ、500キロ片道な。お、なんか変だなと思ってたら、首都高速とか書いてるじゃないですか。さすがにそれはないでしょ。なんか間違えたよねこれね。俺首都高速なんか行く気ないぞ。危ない危ない。お、ファック、ナイスフェラーリ。なんか高回転に入れると本当にぶっ壊れそうな気がしてならんで、ちょっと優しく回した方がいいな、これは。売る直前まではな。やっぱり関越取った時の1万6000から1万7000回転が俺史上最高に回した時だな。しかし、やっぱり高回転入れた時もこんな音じゃなかったのはなんとなく覚えてるな。結構ガタきてんだなって感じするよね。なんかこれ14号って俺初めて通るの、初めてじゃない、2回目ぐらいかな。あ、1回俺府中運転免許試験場の大型バイクの例の一発試験ってやつ、押しまくったあれに1回だけ俺バイクで自分で受けに行ったんだよな。公共の交通機関を使わずにホーネットでで落ちたんだけど、その時1回これでここ走ったような気がするね。しかしこの辺は緑が綺麗だね。こんな道沿いって本当にコンクリートの塊しかないようなイメージなんですけど、意外と景観としては悪くないですね。
やっぱ変だな、ブルーってるもんね。突然止まりそうな気がしてならんね、恐ろしいな。だからね、都内からやっぱ出ちゃダメなんですよね。あの保険の劣化的には60キロか80キロか、まあ、大した距離じゃないんですけども、それぐらいだったら別にいいよっていうね、いいよっていうのはその劣化ただでやってくれるよって意味なんですけども、都内出ると確実にそれ以上行きますから、まあ、それが限界ですよね。あ、なんかここ覚えてる気がするな。府中運転免許試験場行くときもですね、あの甲州から通っていくときは新宿方面からこういう道を通るんだよ。あそこまではね、大きな幹線道路だけで行くことができなくて、こういう細道をずっとこう通っていくっていう感じだった。ホーリーファーク、なんで都内にこんな場所があるんだ。なんだここ、あの家庭菜園する場所か、花と緑の広場。もう全然東京とは覚えないな、ここ埼玉見てるよ。まあ、やっぱりなんか自分が都心に住みすぎてなってるのはありますね。都心に近づきすぎてるというか、まああんなとこじゃなくていいんだけどな、別にな。なんかもうちょっと土日ぐらいはさ、ゆとりのある場所で住みたいよね、自然があってね。子供の時はさ、俺真逆だったんだよね。もう本当に東京に行きたくて行きたくてしょうがなくて、田舎が嫌いでしょうがない、田舎生まれ田舎育ちのくせに田舎が嫌いっていうね、まあそういうやつだったんですけど、こう地元愛のない今はやっぱ逆だよね。あの子供の時やっぱ無意識というか、すり込まれちゃってるのかな、田舎の方がいいってことにね。楽しかったのは楽しかったですよね。僕なんかは宮崎にいた時の記憶が一番鮮明ですからね。嫌な思い出があるってわけではないんですけど、単純に都会に行きたいってだけでね。いざまあ東京に来てみると、物はね充実してて、人もいっぱいいて、やりたいこともそれなりにできるんですけど、お金はまあかかるし、恐ろしく自然とかね、あのそういうの昔は気にしなかったけど、ほぼないですからね。いざそういう関係で住んでみると、結構考え方が変わってきますね、不思議なもんでね。ここ見たかったよね、見たかって書いてるからね。見たかってこんな田舎だった。まあ田舎じゃねえけどな、まだ全然このレベルは。これが田舎っておこがましいよ。暑い、こんなに暑かったっけ夏って。毎年経験してるくせに夏の暑さって毎回忘れるよね。で夏が実際に来て、こんなに暑いんだっけ夏ってなるっていう。頭おかしいよ、よしかちゃん。てかナップスとかあった、あれか、270m 先 U ターン路がありって書いてるってことは、ここで曲がったら怒られそうな雰囲気しかありませんね。ここで U ターンするんご、念願のナップ中ですね。いねえな。マキタさんの CBR が隣にいるっていうのがこう久しぶりですね。